宮迫にヒカキン、キムタクまで相手構わず攻撃し、連日炎上。粗品が喧嘩芸をやめない理由とは？お笑いコンビ霜降り明星の粗品さんが、元雨上がり決死隊の宮迫博之さんとのバトルを含む様々な発言で世間を騒がせています。 SNS では批判の声が多く、炎上戦略が動機とされています。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。みんなの反応としては、粗品さんの発言や行動に対して批判的な意見が多いです。多くのコメントが、彼の喧嘩芸がただの悪口や不快感を与えるものであり、笑いを生むものではないと指摘しています。また過激な発言が炎上商法としての戦略であると見られており、その結果として一般視聴者からの支持を失っているとの意見が多いです。少数意見としては、粗品さんのトーク力や注目を集める能力を評価する声もありますが、それでも彼の現在のやり方には疑問を感じている人が多いです。みんなの反応。これは喧嘩芸じゃなくてただの喧嘩。喧嘩芸は鬼越トマホークみたいに相手も笑ってくれるもの。不快感だけ残るのは芸じゃないよ。粗品さんはトーク力に自信があって、面白い話を選んで発信してるから注目されやすいんだと思うよ。過激な発言をすると普通の人は離れるけど、信者ができて何を言っても称賛されるから気持ちいいんだよね。でもほとんどの人はそれで偉くなったと錯覚して、さらに過激化する。だから自分を叱ってくれる人を側に置くのが大事だと再認識するよ。相手に逃げ場を与えないお笑いは見ていて不快です。そんな芸はシンパだけで楽しんで、一般の視聴者には見せないでほしいです。まあガーシーに近い感じで、急に名前を出される側もいるけど、名誉毀損ギリギリを攻めるやり方だね。有吉が昔あだ名で再ブレイクしたけど、あれは視聴者のイメージをうまく表現するセンスが必要だった。でもこれは正面から喧嘩してるから、まともなメディアは敬遠しがち。中田敦彦みたいになったら、聖夜が藤森慎吾みたいに苦労するかもね。闇営業でダメになるならその程度だったってことだよね。どんなにうまく立ち回っても炎上商法には未来がないんだよ。それを身をもって示した芸人さんもたくさんいるし、粗品さんもその程度なんだから、自分だけうまくいってるとか勘違いしない方がいいよ。ちゃんと先人の失敗を見て学んでると思うけどね。しかも毒舌で売れた芸人さんたちはちゃんと笑わせてるけど、粗品さんにはそのセンスがないよね。いつもただの不愉快な悪口で、聞かされる方はたまったもんじゃないよ。調子に乗ってると取り返しがつかなくなると思うよ。粗品に対する世間の見方と、この記事に出てくる作家や記者の見方が全然違うんだけど、どういうこと？エンタメとして見れないのは自分だけ？ダウンタウンやトンネルズとは全然違う感じがするのも自分だけ？世間からは粗品が冷ややかな目で見られてる気がするんだけど、記者や作家は世間とずれてる気がする。後付け感が強いですね。面識や交流がある人に噛みつくなら芸として成立するけど、交流もなく別分野の人に噛みつくのは違う気がします。若いラッパーのバトルとも違うし、木村拓哉さんの件はどの立場から言ってるのか疑問です。今の粗品さんのやり方には美学を感じません。みんなが言ってる通り、霜降りや粗品の芸は笑えないんだよね。カリスマになりたいのかもしれないけど無理だと思う。爆笑問題の太田みたいに一部の人にだけ崇められて終わりそう。太田と同じで笑いの評価は低いままだろうね。今の霜降りや粗品はビッグサンやダウンタウン雲南みたいな本当のレジェンドには全然届かない。大きな違いは面白くないってこと。毒舌や気候も芸人として面白いからこそ成り立つんだよ。霜降りや粗品はコンビでもピンでも面白くない。今のは毒舌じゃなくてただの悪口。悪口は笑いにはならないんだよね。喧嘩芸って言うけど、実際には喧嘩を打ってるように見えるよね。他の人も言ってるけど、喧嘩芸ってその場でやり合って笑いを取るものだけど、 SNS とか安全な場所から攻撃してる時点で芸とは言えないよね。しかも相手もそれを了承してるわけじゃなくて、ただ反論したり降参する段階に来てるから、ただの喧嘩になっちゃってると思うよ。木村拓哉を批判するのを見てると本当に落ちたなって感じるよ。芸人ならまだしも、他のタレントの身体的特徴を揶揄するのはダメだよね。名を売るためとはいえ、身長で悩んでる人もいるんだから、そんなこと言うのはマナー違反だし、全然面白くないよ。お笑い番組はあまり見ないんだけど、
粗品さんのスケッチブック芸は何度か見たことがあって、正直あんまり面白くなかったんだよね。粗品さんってプライド高そうだけど芸はいまいちだから、喧嘩売って炎上して注目集めてるんじゃないかって思ってる。相方のぽっちゃり君の方が面白いと思うし、特に千鳥のクセスゴでやってたおじいちゃん役が好きなんだよね。喧嘩芸は好きじゃないですね。相手を否定するのが芸なら見たくないし、子供たちが真似してしまうかもしれない。目上の人や先輩に対する態度としても良くないです。漫才で勝負してほしいですね。私は粗品として扱われないように心から祈ります。誰かを傷つける笑いって実はすごく難しいんだよね。昔 A×3 で浜田がゲストに強い言葉で突っ込んで、その後に松本がきついことを言って笑いにするのをよく見たけど、あれは浜田が事前に楽屋で挨拶してるし、松本の言葉もきついけど面白さがあるから、ゲストも嫌な気持ちになりにくいんだよね。有吉のあだ名付けも同じ感じ。でも粗品の今の芸は笑いの要素が少なすぎて、言われた方は面白くないし、大学生が飲み会で後輩の嫌なところを言って受けてる感じに見えるんだよね。 YouTuber が面白くないって言いながらこんな芸を続けてると、視聴者も見たくなくなるし、テレビにも出られなくなって、結局 YOUTUBE だけになっちゃうかも。それでいいならいいんだけどさ。千鳥が荒れていくのを見て焦ってるのかなって思うんだけど、頑張ってる人に喧嘩を売るのは芸とは言えないよね。そんなのを面白がるのは YouTube のくだらない素人のお笑いに近いんじゃないかな。粗品さんにはもっと芸を磨いてほしいな。 YouTuber なら炎上して注目されるのはいいけど、テレビ芸人はもともと露出が多いから、炎上戦略で無理に目立とうとするとすぐに使い捨てられるよ。吉本のマネジメントに頼っていれば、粗品みたいに面白くなくても長く続けられるのにね。喧嘩相手がいないと売りがないのが問題だね。誰かを踏み台にするのは学生の悪ノリと同じだから、早く自分の芸を磨いて笑いを取れるように頑張ってほしい。要するに芸人が悪口を言いたいからってお笑い界以外の人の名前を使ってネタにするのは失礼だと思うんだよね。お笑い芸人同士ならそういう世界だから好きにやればいいけど、キムタクとか羽生選手とかアイドルとか YouTube で有名な一般人とか芸人でもないのに下品に絡まれてるのを見ると、ただただ気の毒に思うよ。霜降り明星って絶対音感とか焼肉の知識とか得意分野もあるけど、ギャンブルとか喧嘩売るとか変なスキルの方が目立つんだよね。おじさん目線だと細身と小柄のコンビでないないや金婚の流れを組んでる感じ。でもゴールデンタイムで芸人が集まる中でメイン組にいるけど、正直言って笑えないし面白くない。第7世代で祭り上げられたポジションって感じ。面白いところもあるし、突飛なこともするけど、マイナスポイントが強いんだよね。記者がそれを強調するからかもしれないけど、芸事で全然取り上げられない、なんとも言えない、なんか微妙な人たちだよね。うん、ちょっと違うんじゃない。相手の反応次第では謹慎とか自粛になってもおかしくないやり方だよ。それに喧嘩芸って何？ただ悪口言ってるだけが芸なのかね。普通に名誉毀損とか侮辱罪になりそうなんだけど。まだ同じ番組内で共演しながらのやり合いならまだしも、自分のメディア使って一方的に悪口言ってるだけじゃん。粗品さんは本気で気に入らないから言ってるんだろうけど、受け手がどう思うかが大事だからね。芸人同士のいじり合いもお互い許容できるギリギリのラインでやってるけど、粗品さんはその一線超えてるよ。キムタクにしても容姿をいじくるのはダメでしょ。キンプリとかもジャニーズ事務所の時に言えばすごいけど、今更だもんな。当チャンネルの意見として粗品さんの言動は過激であり、相手に不快感を与えることが多いと感じます。お笑いとしての喧嘩芸とは異なり、相手に逃げ場を与えない容赦のなさが目立ちます。単語解説。アングル。アングルとはカメラや視点の角度を指し、写真や映像で異なる見え方を作り出すために使われます。視点の変化で物事の印象が大きく変わることがあります。